ってると今。173キロ出ていました。ヘンマンいいバックハンドがありましたが、コートカバーは見事です。ここでヘンマン前正面パッシングショットも早いこと。ヘンマンとしては今のようにですね、はい、チャンスがあればリターンから前に行くという作戦も取ってくるでしょうね。はい、チャージングです。ストロークだけの打ち合いですとなかなかフェデラーを崩すことはできませんよね。4つのうち3つ失敗です。ファーストセットファーストゲームフェデラー無難にキープです。鈴木さんもあの準々決勝ではかなり積極的というか見ようによっては強引にでも前に出てってましたよね。そうですね、はい、まあ、もちろんそれが僕のプレースタイルの特徴でもありますし、やはりあのフェデラーと後ろで打ち合うというのはもちろん体力的にも、はい、あの技術的にも難しいですし、やはりそのメンタル的に彼に主導権を握られるということがその3セット続くと思うで、やはりすごく大変なんですね。やはりその自分から攻めていくということをして初めてこう五分に持っていけるのかなという感じですね、はい、セカンドゲームヘンマンです。必ずこうして3個以上のボールから選びます。トスアップはちょうど太陽正面です。テレビをご覧の皆さんご存知のように鈴木孝夫さんはビッグサービスを持っていらっしゃいますが、リターナーフェデラーの時には先日はどういう工夫をなさったんですか。まずそうですね、きちっとしたあのサーブのコースの決断をすることですね。やはりあのトスを上げて決めてた方向から急に逆の方向に変えたりしますと、やはりいいサーブが打てないので、はい、もうどんなリターンが来たとしても自分はセンターならセンター思い切りいくとか、ボディならもうボディに思い切り打っていくとかっていう、そういう決断をしっかりしなければいけないですね。アウトです。サイドアウトです。ネットのプレーは折り紙付きのティム・ヘンマン、しかしそのブラインドサイドを抜いていこうとしました。そのあたりは準々決勝解説福井剛さんにお願いしていたんですが、福井さんもいろいろなサービスを打たないとフェデラーに対しては通用しないというお話なさってましたね。はい、特に回り込まれてフォアで打たれると、まあ、先ほど鈴木君とも話をしたんですけど、本当にコースが読めないんですね。ですから対フェデラーとしてはアドバンテージサイドのセカンドサーブになった時にセンターに攻撃をセカンドサーブでできるかどうか、まあ、ここが一つのキーポイントになりますね。ご覧いただいているようにフェデラーのこうしてウェアが風になびいています。昨日に続いて今日も強い風です。まあ、いいボレーでしたね。そうでしたね、一旦沈んできたんですけど、うまくハーフボレーで深くコントロールしましたね。
どちらがまず最初に相手のサービスを破るか。実際にフェデラーのサービスを受けてみて、鈴木さん、どんな感覚ですか。もちろん彼は200キロを超えるサーブはいつでも打てると思うんですよね、はい、でもそれよりもやはりボールの重さ、回転量というのが非常に強くて、特にセカンドサーブはこう簡単に今のヘンマンのようにですね、はい、真ん中になかなか当てさせてくれないんですね。非常に重さを感じますね。そうですか。例えばそれは他のビッグサーバーなどと比べてみても。そうですね、はい、とにかく一生懸命打ってるというふうには見えないので。そうですか。要するに簡単にシンプルに打っているのに、なんであんなに回転がかかるのかなっていう感じですね。回り込みました。あえてフォア。蹴るのはフェデラー、フォレラー。これさ、今振っておいてからネットに詰めましたね。そうですね、まあ、オープンコートできてましたし、それほど厳しい場所に狙ったという感じはなかったんですけどね。はい、ネットファーストラン。初めてです。風で少しトスが今のは乱れたのではないでしょうかね。ご覧の紙を見てお分かりになるかと思いますが、昨日ほどではありませんが強い風は吹いています。サイドもロングもです。受けたヘンマン、これがヘンマンのテニスです。間に合うか。プレースタイルは鈴木さん、ゲストの鈴木さんと非常によく似ているヘンマンですが、ネットダッシュいかがですか、ここまでご覧になって。そうですね、非常にこうミックスされた攻撃がすごいできていると思うんですね、はい、やはり後ろから出ることも必要ですし、先ほどのようにセカンドサーブをチャージするということも必要になるので、はい、とにかくやはりフェデラーに的を絞らせないということが重要になってきますね。いろいろな攻撃のパターンを見せておくということですね。そうですね、そうしておいて大事な時にはもうとにかく自分の得意なパターンに持っていくということですね。福井さん、立ち上がりフェデラーの、そのやはりファーストの入りが良くないというのは風のせいでしょうか。はい、トスも微妙に乱れていると思いますね。ああ、抜けましたね。抜かれません。フェデラーリンクス2ゲーム2、共にキープが続いて第3ゲームまで終わりました。海星の有明コロシアム、ともにキープが続いています。世界ナンバーワンのロジャー・フェデラーと、現在ランキングは55位のティム・ヘンマン、イギリス。第6ゲームです。いいショットです。完璧、完璧に自分のテニスのスタイルを作っています。福井さん、フェデラー破るきっかけをどんなところから使いましょうか。そうですね、やはりリターンだと思いますね、はい、リターンが足元前に来る場合には足元に沈む、あるいはその深く入る。ヘンマンとしてはそのどうしても取りたいポイントというのはネットに出てきて取りに来るでしょうからね。なるほど、そこをいかに防いでいくかですよね、フェデラーとしては。
ここで出ます。ここがあります。このバックハンドのトップスピン、先ほど鈴木さんがおっしゃったように抜けていくときは音がするとおっしゃっていましたが、そうですね、ニューボールの時にですね、はい、あまりボールが普段減ってないんですけれども、はあ、1本でも彼のパスを打った後のボールをもらうと、ええ、少し毛羽立ってるんですね。あ、そうですか。普通の試合ならばなかなかそういうことを、普通ラリーがたくさんつながればそういうことはあるんですけれども、はい、1本の僕がボレー打って後のパスですとか、はい、やはりアプローチ打った後のパスを彼が打った瞬間にそのボールはもうすごい減り方をしてますね。そうですか。それだけこう回転をかけてる、またさっきおっしゃった重いんですね。重いんですね。スピードもありますけれども、スピードだけではやはりボレーヤーとしては非常に面を合わせればボレーしやすいんですけれども、はい、その回転量とやはりヘッドが最後まで出てきませんので、はい、どっちに飛ぶかわからないんですね。なるほど。先ほどのパスもヘンマンの横を通っているように思うんですけれども、はい、あまりにも速くて手が出ないという状況ですよね。セカンドでチャンスをつかむか。おっと、チャンスは相手がくれました。2回目のブレイクチャンス、それもチャンスは2回あります。ダブルフォルト2つで落としました。少し眩しそうですね。確かにそうですね、トスも少し乱れて眩しくて、それプラスそのフェデラーですから、セカンドサーブに関しては深いところコントロールよく打たなければいけないということですよね。それで出た道ですね。鈴木さんはフェデラーと戦った準々決勝、時間帯はどうでしたかね。ですね、夕方ぐらいだったと思うんですけども、雨が降っていましたので、インドアで決まってましたよね。このブレイクした直後の自分のポイントの重ね方が早いんです。これだけの風が吹いています。ファーストの成功率は低いんですが、ブレークに成功しました。ブレークの後はラブゲームキープ、強さを見せつけてロジャー・フェデラー5ゲームス2-2です。そういえば今日ゲストの鈴木孝夫さんもフェデラーからファーストセットアップの時はファーストの成功率って覚えてらっしゃいますか。60% ちょっとぐらいですかね。申し訳ありません、そこまでいかないです。いや、いかないですか。55% だったんですが。あ、そうですか。それでもああいうふうに取れるというのは鈴木さん、セットだけに限って言えば何がうまくいったんですか。そうですね、たとえ 90% のファーストサーブが入ったとしてもですね、取る確率が 50% 以下ではポイントに結びつかないですね、はい、でもたとえ時はやはり50ちょっとのパーセンテージだとしても、もし取っている確率が 80% 以上または 90% 近くあれば、とにかくファーストサーブがしっかり入ればポイントを取れるということにつながりますので、相手にとっても非常にプレッシャーかかるんですね。やはりそういうことができたこと、やはりオーストラリアオープンでブレイクバックされてますから、その二の舞だけは僕は何としても避けたいと思ってました。なるほど。第6ゲームにヘンマンがダブルフォルト2つでフェデラーにブレイクを許しました。優位に迎えた第8ゲームはニューボール。ここもバックハンドで抜いていきました。
バックハンドのパッシングショットクロス、それからダウンザラインサイドラインに沿ってストレートのショットは非常に有効です。フェデラーの形です。マズラフティクリさん、あのフェデラーのリターン見てますと非常にこう簡単に返しているように見えるんですが、はい、あの後ろから見てますと相手のサーブをバッと打ちますよね。そのボールを追いかけてると、はい、そこにフェデラーの面がスッと出てるようなイメージなんですね。なるほど。非常に予測が良くて、そして簡単にこうブロックリターンをしていると、はい、速いサーブに対してはですね、ある意味非常に予測のいい選手と言えると思いますね。そのあたりは鈴木さんいかがですか。そうですね、とにかく頭もぶれないんですね。あのよっぽどライン際にサーブが行って初めて少し体勢が崩れてくれるかなという感じなので、もう対戦しているときはいつでも帰ってくるという準備をしておきましたね。あっと深めという意識はヘンマンにあります。プレッシャーがかかります。ここはファーストいいプレースメントとアングルが欲しいヘンマン。ロングです。一気に来るかフェデラー。ここはネットです。ワンブレイクダウンのヘンマン。サービスです。ヘンマンキープです。ここはセンター狙い。そうですね、フラットサーブですね、はい、スピードありましたね。ただフェデラーはこのゲームをキープすればファーストセットを取ります。ここでエースが来ました。191キロと表示されていますが、それ以上に感じます。3つ目ポイントです。ここは帰ってくるタイミング早いんですよね。もう膝の下ですもんね。そうですね、低いですね。王者フェデラーファーストセットアップ。ファーストセット30分でフェデラー取りました。30分でファーストセットアップのロジャー・フェデラー。セカンドセットファーストゲームはリターンです。いきなりダブルフォルト。今日朝の練習でもサービスは入念にですね、まあ、軽くではあったんですけれども、はい、
ほとんどサービスに練習時間を費やしてたんですよね。合ってないですねタイミングが。先ほどは風を気にしました。それと日差しです。フェデラーの鋭いアプローチ。これがあるから深く強く打たなければいけないという意識が変間にあるんですが、また風がちょっと強くなってきました。際どいところは狙ってるんですよね。そうですね、はい、ヘンマンのサーブも技術は高いですから、そのボール一つ二つのね、本当際どいところは狙ってると思いますね。スライスのアプローチはアウト。いきなりまたピンチです。サービスには工夫、そして攻撃にも非常にアグレッシブなところがあるんですが、それが一つうまくいっていません。2回チャンスがあります。フェデラー、もう1回ピンチをしのがなければいけません。ティム・ヘンマン、ヘンマンもファーストの成功率が上がってきません。ここは大きな山です。ファーストセットダウン、ティム・ヘンマン。このゲーム2つ目、今の深いところですよね。そこにコントロールしようとしたんですけどね、はい、これは何でしょう。チャンファイヤーに言っていますが、ファーガス・マーシーさんです。ダブルフォルト、このゲームだけで2つ、これだけの汗をかいています。32歳のベテラン。これは下がりながらでした。見事なフォアでした、ティム・ヘンマン。このステップ難しいでしょう。見事です。でもボールが早いですね。早いですね。はい、デュース2回目、先ほどはセンター狙い、今度はワイド、絞らせません。福井さん、はい、やはりヘンマンもいろいろこうサービス考えてますね。考えてますよ。コースも考えてますしね、はい、とにかくセカンドサーブで回り込まれないようにコントロールしてますね。今度はボディーです。ヘンマンのサービスの工夫が生きました。ピンチを出したヘンマン。セカンドセットファーストゲームです。セカンドセット、フェデラーのサービスを破るとき、鈴木さんはどんなことをお考えだったんですか。そうですね、まずファーストサーブがどんどん入られてしまいますと、はい、やはり何かをしようというよりは返すだけで精一杯なんですね、はあ、まあ、でももし
最初の1ポイント目2ポイント目にセカンドサーブが絡んできますと、はい、こちらにチャンスが来るので、はい、そういう形になんとかしたいですね。なるほど。その最初のポイント、前へ出られません。ここで出た、前ボレでしたね。なかったですね。前に詰めながらですので、当然フェデラーとしても深いボレーを警戒しますよね、はい、ここでドロップボレーに切り替えです。素晴らしいコンビネーションですね。さあ2ポイント目です。いっぱい、さあ出ます。今度は抜けない、見事キミヘンマン。今のはバックハンドからのパッシングショット、鈴木さん備えてましたね。そうですね、非常にポジショニングも良かったですし、やはりそのクロスに来る確率が高いと、はい、そのやはりその出た瞬間のこの感触ですね、はいはい、それでやはりクロスに動いてましたね。さあチャンスをつかみたい、ヘンマ。そうでしたね、今のはもう少し浅ければ、はい、いい形でリターンからネットへダッシュできたんですけども、セカンドサーブが深かったですね。悔しがるヘンマ。ロングです。このショットもそうなんですけども、ラケットギリギリまで出てこないんですよね。粘って粘ってここで出てくるんですね。わからないんですね、コースが。その後のまた振り抜きが早いですから、素晴らしいバランスのバックハンドです。7本もあります。そしてこれです。ここまでことごとくバックハンド成功、そして困った時のビッグサービス。はい、完璧にストローク戦はコントロールしています、王者フェデラー。ラブサーティーからの攻撃、福井さん見事ですね。ラブサーティーですとね、もう少しこうプレッシャーをヘンマンとしては感じてほしいですよね。欲しいですね、もう表情を変えずに、そしても淡々と自分のプレーをして、それがこの大きなポイントで入ってくるのがフェデラーなんですよね、はい、絶大な自信を持って打ってるショットですね。ファーストセットアップのフェデラー、今みたいな鈴木さん、打ち合いの展開が早いときにですね、はい、どんな工夫が必要ですか。やはりもちろんスライスを使ったりですとか、はい、やはりそのタイミングですね、ネットに出るタイミングを常に伺うこと、はあ、でちょっとでもチャンスがあれば自分の早いタイミングですとか、こうスライスの、ね、回転を使ってポイントが出たいですよね。なるほど。ラブサーティの先のチャンスを広げることができませんでしたヘンマン。得意なところなんですが超えません。フェデラーもすでに前に来てましたので、その動きが、ね、見えたんでしょうね。ただ難しいショットではありますよね。踏み込みながらのドロップボレーです。ここはポイントです。どちらを狙うか。読んでましたが、それ以上いい角度でサービスが来ました。それを
バックの打ち合いは避けたいヘンマン。ああ今度はフォアのダウンザライン。もう少しあの回り込んだ切り返しのフェデラーのボールが甘ければ、はい、ヘンマンとしても十分またここでオープンコートできてますのでね、クロスに切り返せるんですが、はい、まあ、ヘンマンとしては前に踏み込めてないですからね。ブレイクチャンスフェデラー。一本ワイドでしのぎました。このサイドをデュースサイドというんですが、先ほどはワイド狙い、外側を狙っていきました。一発です。2回目ブレイクチャンス。このコードボールがちょっと浮かんだのが時間を作りました。しかしその後のこの飛び跳ねながら、体を見てるとね、逆クロスに打つように見えるんですよ。あ、開いてますもん ね、 ね、それでスイングを少し早めにしてね、ダウンドラインの方に持ってきましたね。ロングのアウトが多くなっています。フェデラー前、アウトです。セカンドセットも最初のブレイクはロジャー・フェデラー。フェデラーのワンブレイクアップです。いやフォアもバックも福井さん完璧でした。そうですね、あの攻めるときにラケットヘッドが本当に遅く出てくるので、一瞬そのヘンマンとしてもスプリットステップで止まってしまうんですよね。ですからそこで逆を使えた場合には本当に一歩も動けない。もちろんあの読めれば行くんですけれども、はい、なかなかその読ませてもらえない。それがまた大切なポイントで出てきますよね。柔らかい腕の使い方というんですか、関さん、そのあたり実際に対戦してみて、ああいうふうにこう開き気味からクロスかそれともストレートかっていうの見極めどういかがですか。そうですね、まあ、あまりにも最後まで相手を見てしまうと、はい、やはり僕は相手と対峙しているわけですから、もう本当に動けなくなってしまうので、ある意味どっちかに動かざるを得ないですね。まあ、それは逆疲れてしまえばもうエースですし、はい、もし当たればなんとかそのボールを、ね、カウンターにつなげたいなという、それぐらいしかできないですね。なるほど。ファーストセットは 6-3 でフェデラー、ワンブレイク。セカンドセットも先にブレイクをしたのがロジャー・フェデラー。先ほどはヘンマンのサービスゲームを破った直後はラブゲームキープでした。解説福井剛さん、そしてゲストにはこのフェデラーを準々決勝で苦しめた鈴木孝夫さんに来ていただいています。さあセカンドチャージ、うーん、鈴木さん、こういうポイントは確実に決めたかったですね。そうですね、まあ、もちろん浮いてるから簡単なボールに見えるんですけれども、はい、非常に回転かかってますし、当てるだけではなかなかコントロールできないので、はい、僕も何本かはああいうミスがね、試合中にもあったんですけれども、こう見ているよりも何倍も難しいボールですね。そうですか、はい、ファイナルのタイブレイクでもね、あのボール来ましたね、はい、ありましたね。あれも似たようなボールですね。すごい回転かかってました。わずかです。今のもヘンマン踏み込んでるんですよ。それで
ラケットフェイス真ん中に当たってませんよね。フレームショットになってますよね、はい、ですから相当ボールが弾んでると考えていいと思いますね。いいコースです。ヘンマンフォア見事。思い切ってフォアを打ってきました。うん、ダッシュしたすぐ横。ここでチャンスをつかみたいヘンマン。リングサービスがここで来ました。フェデラーリーズ3ゲームと1ワンブレイクアップです。アンフォーストエラーというのはいわゆるミスのことです。フェデラー1だったですね。そうですね、7つと1つです。ファーストやり直しです。逃げて、おっと、おっ、間に合いました。これも取ります。素晴らしいプレーです、ヘンマン。今のがどうでしょう、アウトかどうだったんじゃないかというコールでしょうか。そうですね、アウトのコールを待ってたんですけども、はい、ライアンパイの方がコールがなかったので、で拾いに行ったんですね。そうですね。内側に向けてスピンをかけてきました。このローボレーも見事だったんですけど、 そうでしたよね、それ以上にこのラウンドラインが内側から外に中に入ってきました。あの外側から内側に入ってきましたよね。1回フォアのいいショットがあります。40-15サービスです。ナイスキープです。第5ゲームを終えました。ここまでフェデラーのワンブレイクアップです。落とし物のお知らせをいたします。鈴木さん、先日のゲームも何とかしてフェデラーのサービスゲームブレイクオート、まあ、ファーストセットはブレイクしたわけですけれども、はい、お考えだったと思いますが、いろいろな工作は講じてらっしゃいましたよね。そうですね、はい、もちろんまずは僕自身の場合はサービスゲームをいかにプレッシャーのかからないようにキープをするか、それができた後にじゃあキープが続いた時にどうやって相手のサーブをブレイクするかという、
そのワンチャンスにかけている、いるんですね、はい、でヘンマもやはりもうすでに先にブレイクされていますので、まあ、ここでブレイクバックしたとしても、まあ、イーブンなんですね、はい、やはりそういう考えに なってしまいますと非常に厳しい状況になりますので、まあ、でもここで、ね、諦めるわけにはいかないですし、はい、まあ、なんとかね、チャンスを、ね、ものにしてほしいですよね。男子シングルス決勝、王者フェデラーがファーストセットアップ、セカンドセットも第3ゲームブレイクに成功です。第6ゲーム、そのフェデラーのサービス。ヘンマンらしい、しっかりと構えて一気に振り抜きです。綺麗ですよね。いいバランスですね、はい、セカンドチャージがあるか。ちょっと遅れさせました。今ちょっと遅れましたよね。そうですね、でまた前に出るボールが非常に低かったですよね、ですからフェデラーがパスを打つ打点が本当に地面すれすれのところですので、はい、なかなかそのハードヒットができない場所です。見事なアプローチですね。ラブサーティーまでは来るんです。プレッシャーを感じていると思うんですけどね。今ダッシュしたヘンマンにとって鈴木さん、どんな風に見えたボールなんでしょうね。そうですね、やはり今バックサイドに来た時には、はい、でもかなりいい角度で出れる可能性高かったんですけど、はい、セカンドサーブをフォアに打ちましたので、やはりその戻る時間がね必要になるんですね。やはりそれも僕はフェデラーのことですから考えた上で、たとえ出られたとしてもオープンコートが少しでもあれば自分のパスが打てるという感じですね。フェデラーしっかりとヘンマンの姿を捉えています。ボールとヘンマン、そしてヘンマンのいないサイドへ見事なショット。今のフェデラーも少し打つタイミングを遅らせましたね、はい、ほんのコンマ何秒かです。今度は行けない。ラブサーティーが40-30。決して悪くないんですけれどね。そうですよね、3本連続出てますからね、はい、王者好きなし。ラブサーティーからのキープです。フェデラーリーズ4ゲーム2-2。ここで新しいラケットにチェンジですね。福井さんに両者のラケットをいろいろチェックしていただきました、はい、まあ、フェデラーの場合はラケットの縦糸にですね柔らかい素材を使っているんですね、はあ、ですから非常にそのタッチ重視といいますか柔らかいタッチができるんですね。ほうほう。でポンド数は50ポンド、重さは 370g だそうです。重いですよね、ちなみに鈴木さんどれくらいですか。ポンド数は52ポンドです、はい、で重さは彼より重いですね、僕のラケットは。あ、そうですか、はい、まあ、それで勝ってもしょうがないんですけれども、はい、まあ、でも重いラケットをやはりうまく操ることができれば、はい、それだけ重いボールを打てるということにつながりますので、体に支障のない程度にはある程度重いラケットを使った方がやはりよりいいボールが打てると思いますね。それがファーストセットでおっしゃっていたフェデラーの重いボールにつながってるんですね。そうですね。一方福井さん、ヘンマンのラケットですが、はい、ヘンマンはですね縦糸に
硬い素材のポリエステルの素材のストリングを使ってるんですね、ですからあの非常に耐久性もあって、はい、当たりはそのハードな感じがするそうですね。はで重さは358から360グラムのラケットを使っています。ということはフェデラーはタッチの柔らかさをとって、そしてヘンマンの場合はその耐久性をとっていると、はい、そういうことですね。またです、またバックハンド、思わずゲストの鈴木さんが首をかしげましたが、いかがですか。そうですね、まあ、もうハーフボレーを打たされた時点で、はい、ある意味その後手に回る可能性が高いんですけれども、まあ、決してあのヘンマンを抜くことが簡単だとは思いませんし、この状況を考えたら難しいと思うんですけどね。ヘンマンプレッシャーがかかります。キープしなければ後がありません。おっと、そのプレッシャー、試合の大きなポイントになりました。ヘンマン取られればマッチポイントに等しいポイントです。まずは一つ、サービスいろいろ考えるでしょうね。そうですね、あのスピード、コントロール、いろいろですね。ワイドです、狙いすまして見事なキープ。フェデラーの4ゲームス2スリー、ワンブレイクアップです。これでヘンマンとしては次の第8ゲームにかけるわけですよね。はい、あのチャンスは来てるんですね、ラブサーティーも2回ありますし、はい、その次が取れない。ただ そこでヘンマンとしても決して自分からミスをしてるんではなくて、自分からしっかり仕掛けていってそれでも取れてないわけですよね、はい、ただその作戦をやり続けるしかないですから、まあ、ヘンマンとしてはあのセカンドサーブになった時にやはりネットにダッシュしてリターンダッシュをする方がフェデラーとしてはやりにくいと思いますね。鈴木さん、先日 のクォーターファイナルでワンセットオールになったときに、はい、ファイナルにはどういう気持ちで臨みましたか。そうですね、まあ、もちろんやるからには僕は勝ちたいと思いましたし、はい、やはりこれだけ応援してくれるお客さんの前でもし世界ナンバーワンを倒せることができたならば、それはもう歴史に残ることだと思ったので、やはりなんとか勝つ方法をこう考えてましたね。なるほど。ファーストセットアップの王者フェデラー、セカンドセットに入って第3ゲームブレイクに成功。これから第8ゲーム、そのフェデラーです。なんとか破りたいヘンマン。ブロックでアプローチショットでしたが、これがアウト。ちょっとラケットフェイスが、まあ、ボールの勢いに負けたんでしょうかね。上を向いてしまいましたね。押されてましたね、うまく抑えられませんでしたね。セカンド出られません。今も出ようとしたんですが、キックしてきました。このサービス相当な回転量ですね。ありますね、そんなに深いサーブではなかったんですけどね。そうですよね、やはりバウンドした後が非常に伸びありますね。簡単にポイント3つ。逆です。打った直後にもうボールが戻ってきています。
ウィのショットですね。もうスイングのスピードもしっかり速いですし、リラックスしている分自分で作ったパワーがボールに伝わってるんですね。なるほど、力みがないです。しっかりキープして第10ゲームにかけたいヘンマン。やられたくないことをやられてしまいましたね。あ、そうですね。やはりこの辺にある程度余裕がありますし、はい、まあ、万が一フェデラーがこのゲーム落としたとしても 5-4 でサーブですからね。そうですね、はい、お聞きの大歓声。アプローチがエース。ただ先ほど鈴木さんがおっしゃったように、ここはもうフェデラーは勝負をかけてきています。ある程度その攻撃的なセカンドサービスを打ってきましたね、はい、回転量を少し減らして速いセカンドサーブだったんですがね、少しロングになってしまいました。相当なプレッシャーがかかります。アウトですね。あ、アウトですね、来ました。王者フェデラーチャンピオンシップポイント。ツアー42個目のタイトルまであと1ポイント。ですね、今のスライスも2回目。フェデラーも勝負してきましたね。勝負しましたね。あそこまで回り込んできました。ますますプレッシャーがかかります。サーバーベテラン32歳、ティム・ヘンマン。世界王者フェデラー、これを返します。逆、アウトです。3回目。
チ、史上最強のオンラウンドプレーヤーロジャー・フェデラー優勝です。親友を倒してのこのジャパンオープン初優勝、42個目のタイトルを手にしました。